というわけでここでアメリカからの患者さんです、はい、ステファニーさんです。ようこそいらっしゃいました。というわけで今回はですね、はい、うるせえやつらのオープニングテーマ、ロック・ザ・プラネットという、4月の10日にワーナー・パイオニアから、発売されたものでございます。こちらでございます。もう本当にね、これは、ステファニーさんのジャケットでございます。裏を見るともうすぐ分かります。うるせえやつら、というわけでここにありますけども、はい、ロック・ザ・プラネットステファニーって書いてあります。5月5日日曜日ステファニーライブというのが代々木の国際スポーツフェアライブハウス、はい、そうです。この会場の方、この会場です。明日見るものが多いね。明日直子ちゃんも出るし、直ちゃんも出るし、大変でございますけど、というわけで、なんか日本語はね、割と喋れるんで僕びっくりしたんですけど、でもサプライズ少しだけですか。お母様がね、お母様もね、それから今日はあちらにいらっしゃってるけども、はい、こういう青空の下では一番ふさわしい今日格好してるんで、ちょっと皆さんにちょっと立ち上がってそのファッションを見せていただきたいと思いますけど、モーリーちゃんちゃんと撮ってね。モーリーちゃんも疲れてんだよね、炎天から。ほら可愛らしい、可愛い、というわけです。彼女のヒップエレキバン、おお、ありましたな、あんなのは。僕も昔やりましたけど、というわけで、はい、前はジャズを歌ってたんでしょ。 You used to sing jazz? Just a little bit. My father's a jazz singer. お父様がジャズシンガーでちょっと歌ったことがございます。お父様もジャズシンガーだったの、はい、で、なんか僕ジャズ歌ってて、それがそのロックやなんかの方に転向してったっていう話を伺ったんだけども、そうじゃなくて From jazz to the rock music, gradually. Yes, I was a teenager, I got aggressive and frustrated, so I liked rock and roll.10代にはちょっとフラストレーションがたまったんでロックが好きな、やっぱりそうなんでしょうね。というわけで、こうやってパッと見ると柏の狼っていう感じはしないではないんですけども、でもね、話してみるととっても可愛いお嬢さんなんで僕びっくりしましたけども、はい、でもなんか雰囲気がアンさんに似てるんですよ。でもなんかすごくお友達だとか言ってます。アン・ルイスは、なるほど。アン・ルイスは、アン・ルイスは、Oh yeah, she's a very good friend of mine. She's my big sister. 大きなお姉さんみたいなもんです。そうですか。というわけで、明日のスポーツフェアの会場でライブをするんだそうです。はい、皆さんぜひ起こして見ていただきたいと思います。はい、さてですね、来週の日曜日5月12日は母の日なんですけども、そうなんでございます。